さすが1500ピースですね。めちゃくちゃ重たいです。あ、大きさについてはほぼ一緒ですね。はい、それではこのオプティマスプライムをトラック形態にトランスフォームさせます。ちなみに変形の際にこちらのイオンブラスターを使います。ではじっくり味わいながら変形させましょう。まずこの背面のバックパックを取ります。ちなみにこのバックパックは余ります。まずは頭部をこのように下まで稼働させます。続いて腕はこのように稼働させておきます。そしてこのシールパーツを付け替えます。続いてこの部分を軸にこのように上げて腰から180度回転させます。次に足を真ん中のジョイントを使って合わせます。そしてこのパーツをここまで稼働させます。で、足をこのまま倒します。続いてはつま先をこのように倒します。続いて腕をこのように稼働させます。ちなみに腕の内部はこのようになっていて、ここの部分とこの部分が合わさることで変形してもあんまり動かないようになっています。いや、これは本当によく考えられていますよね。続いて手首をこのように稼働させて、手首をワンクリックだけ下げて、でここを回転させます。そしたら手首を一番下まで下げます。ちなみに親指はこのように稼働させておきます。反対側も一緒です。でちょっと動かして、こう回転させて、で下まで持っていきます。そしてこのフロント部分を稼働させて、でちょっとだけ押し込みます。最後にこのイオンブラスターをこの隙間に入れて、ちょっと見えづらいんですけど、ここにジョイントがありますので中で押し込めれば、はい、完成しました。いや、すごいな、本当に。完全変形というところがめちゃくちゃ素晴らしいです。ちょっと手に持ってみると、おー、重い。さすが1500ピースですね。めちゃくちゃ重たいです。横から見るとこのようになっていて、この部分が一直線になっているところがすごい綺麗にまとまっていてかっこいいです。そしてこのタイヤなんですけど、めちゃくちゃでかいです。確か僕が今まで見てきたレゴのタイヤの中でめちゃくちゃでかいです。後ろから見るとこんな感じです。イオンブラスター自体がそんなに目立たないので、すごいスッキリとまとまっています。で、足首がこのように稼働しますので、めちゃくちゃスッキリと見えます。では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。今回ミニフィグを乗せることはできないんですけど、これ操縦席まんまですよね。ちなみにこの部分はシールで差し替えパーツになっています。ライトの造形までしっかり再現されているところがすごい細かいです。そして側面部分はこのようになっていて、この排気口は銀のパーツになっています。そして僕はこれ感動したのは、やっぱ腕可動のこのジョイント部分ですよね。ちょっと見えづらいんですけど、この部分とこの部分が合うことによって変形後も安定しているところが素晴らしいと思います。そして後ろはこのようになっていて、ちょっとメタリックがかっているところがすごい高級感があります。タイヤが6人ありますので、このように転がし走行で遊べれます。いや、もうめちゃくちゃ重厚感のある転がし走行ですね。めっちゃかっこいいです。じゃあちょっとこのまま大きさ比較いきましょう。まずはレゴスピードチャンピオンと並べるとこんな感じです。いや、もう大きさが全然違いますね。長さについてはレゴスピードチャンピオンの 1.5 倍分はあります。高さも全然違いますね。続いてミニフィグとレゴマリオを並べるとこんな感じです。いやー、もう比べ物にならないぐらいめちゃめちゃでかいです。サイズ感はミニフィグとレゴマリオの間ですかね。で、ちょっとおまけなんですけど、僕はこのオプティマスプライムで遊ぶときちょっとだけアレンジを加えてます。動画見てる人だったら多分わかると思うんですけど、はい、こちらこのバックパックが余っちゃうので、これをなんとかしたいなって思ったら、なんと荷台部分のこのパーツとバックパックのこの部分を合わせることで、はい、こんな感じで綺麗に収納させることができます。これで余りパーツはゼロです。じゃあ続いてこの状態からオプティマスプライムに変形させます。はい、変形させました。変形自体結構凝っていますので、2、3回ぐらい変形させたらもう説明書なしで変形させれますので、これはすごいいいと思いました。ではこの状態で大きさ比較いきましょう。まずミニフィグとレゴマリオを並べるとこんな感じです。もう全然違いますね。ミニフィグサイズだと8体か10体分ぐらいあります。で、レゴマリオだと5、6体はありますね。にしてもオプティマスプライムはめちゃくちゃでかいです。では続いては僕のお気に入りのじゃーん、ガオキングと並べるとこんな感じです。やっぱガオキングの 1.5 倍分はありますね。ちなみに重さなんですけど、ガオキングは超合金
パーツが使われていますので、小型ながら結構重たいです。なので大きさは全然違うんですけど、重さはほぼ一緒です。では続いてはサイズ的にちょっと似てる、じゃーん、ドン鬼タイジンと並べるとこんな感じです。あ、大きさについてはほぼ一緒ですね。まあ気持ちドン鬼タイジンの方がちょっとでかいぐらいですね。はい、レゴトランスフォーマーオプティマスプライムはこんな感じです。はい、ということでレゴトランスフォーマーオプティマスプライムを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたオプティマスプライムはめちゃくちゃ満足感があってとても素晴らしかったです。まずこのオプティマスプライムに使われているパーツは1500ピースもありますので、手にとってすごいずっしりと重くて変形させるのがすごい楽しいです。で、あとこのオプティマスプライムはめちゃくちゃ稼働しますので、このようなポーズも安定して決まるところがとてもいいと思いました。いやー、僕個人的にこのオプティマスプライムはもう一個買いたいですね。これ作った時の達成感や変形させた時の感動はめちゃくちゃ素晴らしいので、気になった方はぜひ作ってみてください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。